2023年9月18日八王子立町緑地保全地域で八王子市自然体験講座里山探検隊を西南部環境市民会議自然部会池の沢にホタルを増やす会イコ広場共催で開催しました。受付でエゴの木に作った名札に本人の名前を書いたのを手渡しました。参加者は募集人員19名、イコ広場1名、係員15名、計35名で参加しました。自然観察は里山観察ビンゴ植物編、里山観察ビンゴ生き物編を見ながら散策しました。セグロガノユーセグロセグロどうしても人間としては必要なんだということを感じてください。はい、楽しくやりましょう。活動編成は2班に分担して指導員の説明、演説案内を活動を行いました。広報なんかのここの実施していることを書きますと写真班が撮りますので、様子を撮っていくので、じゃないとさせていただきますので何だろう、これは夏赤のね、夏赤の池の沢の自然散策マック里山観察ビンゴを見ながら草花、実、昆虫などを2班グループで観察しました。大丈夫。この黒いのは黒ヒカゲ、この黒い蝶々いるでしょ、これ黒ヒカゲって言って、こういう、あ、でいいよね、羽が綺麗。自然環境を探索して
各種体験したことで楽しい思い出になったことと思います。はい、ありがとうございました。はい、コロナ禍の再発に注意して辞職された皆様も自然植物、花、生き物などを観察したことをこれからの生活などに生かして楽しんでいただければ幸いです。